昔々、豊後の国を流れる桂川の小野瀬のあたりは、土手一面がすすきに覆われていて、人もめったに通るようなところじゃなかった。ところがこのすすきの河原には、夕暮れ時になると、そこを若い男たちがやってくる。この男たちがわざわざ河原にやってくるのは、このすすきの原に晩になるときれいな娘が現れては男に声をかけるという噂があるからで、この辺りではその娘と一晩明かしたというものも一人や二人じゃなかった。その若い娘というのは、実はおさんと呼ばれている老狐の化けたもんだ。無論男たちはそれを知らないわけじゃない。知っていながらやってくる。おや、久しぶりに旅の男だよ。今日は一つ思いっきり若い娘になってみようかね。この旅の男、諸国を股にかけて歩く行商の男だった。おお、びっくりした。幽霊かなんかと思いや、なんとまた可愛らしい娘さんじゃねえかい。あの旅人さん、この先でお父っつぁんに出会いませんでしたか。さてね、あっしはこの河原をまっすぐ来たが、とっつぁんらしい人には追蔵は出会わなかったな。そうですか。ところであんたのような娘さんがまたどうしてこんな寂しい河原でとっつぁんを待っていなさるんで。はい、私はこの近くにお父っつぁんと二人で暮らしているんですが、3日前からお父ちゃんが浜へ行ったっきりで。そこまで娘の話を聞いた男は、はあはあ、よくある話だ、こりゃあの河原に住む狐か狸の化けたもんだなと感づいた。年中旅の暮らしをしていりゃ狐や狸の相手にも慣れている。そこで男はどんな風に化かすもんか、娘の言う通りにすることにした。あそこが家です。こんなところで一人でいるのは怖くって仕方ありません。もしお急ぎでなければどうぞ上がっていって。あ、いいとも。何、一日を急ぐ旅じゃねえ。というわけで男はおさん狐の家に上がり込んだ。すぐに出てくるのがこれも決まりのお酒だ。狐や狸が出す酒というのは得体の知れないものと相場は決まっているが、男も豪のもので、そんなことにひるむもんじゃない。まあお見事、もう一杯。型通りに娘は酒を勧める。そのうちに、娘さん、あんたも一杯どうかね。というわけで、刺しつ刺されつ、得体の知れない酒でも酔いが回る。娘さんだけど、なんだね、さっきから酌をしてもらっているが、あんた色っぽいね。その酌をする手つきなんじゃなかなかなもんだ。うまく化けてはいるが、かなりの年まとみたがどうかな。へへへへへ、図星のようだな。なに、俺もこんな商いの男だ、こんなことには目も利くってもんだ。ついでにその色の白さは狐と見当をつけたがどうだな。いいってこと言う。旅はこういうことがあるんでやめられねえってもんだ。あんたも人が悪いね。鼻からバレてるんじゃ、生娘の真似なんぞするもんじゃなかった。いやいや、なかなかいい娘っぷりだ。何を言いだい。からかって恥ずかしいじゃないか。そうと分かりゃ今夜はこんな姿でお相手するが、どうだい。いや、お見事お見事。その方がずっと座が色っぽくなっていいね。おさんは本当に不思議な狐だった。何、
人間と狐の分け隔てはなしだって。そりゃいい、うん、そんなことはどうだっていいんだ。嬉しいことを言いだね。じゃあ私の思い出話でも聞いてもらおうかね。私がまだ18の頃のことさ。惚れ合った相手が周防灘12里を隔てた対岸の元山の狐でさ、私らは人間と違って12里ほどの海を越えて思いを通わせることぐらいできるからさ、毎夜毎夜岸に立っては焦がるる思いを伝え合ったもんさ。そうは言っても若い恋だ。思いを通わせているだけで我慢できるもんじゃないやね。元山の方だって同じことでつらいつらいと言ってよこす。そこである夜、こらえきれずに漁師の船を盗んで海を渡ろうと決めた。ところが私が海へこぎ出すとすぐ雲が月を隠しちまいやがってさ、見渡す限りの真っ暗闇、どっちに行ってよいものかさっぱり見当がつかず、元山も必死で光をあげるけど狐火というものはそうたくさん飛ばせるもんじゃない。おまけに冷えた風まで出てきて海は荒れ始めやがって、さすがに私も心細くなってきてね。それでどうしたい。どうもこもありゃしないよ。ただただ波に揉まれながら助けて助けてって叫んでいたさ。そのうち思ったより近い向こう岸の山に火の手が上がってね、元山が私に方角だけでも知らせようと林に火をつけてくれたんだよ。そりゃよかった。だけどさ、若いってもな、物事よく考えないことが悲しいじゃないかい。っていうのはどういうことだい。強い風の中でつけた火がただですぐもんかね。風に煽られた火は広がるだけ広がっちまったのさ。わかるかい、その時の私の気持ち。燃え盛る火の中であいつはどうしていることだろうと、私は身もだえして。ところがさ、あいつはお尻のやけどだけで生きてたんだね。そうとは知らない私は泣くやら船酔いでゲロゲロやるやら、もうバカみたい。そうかい、そりゃつらかったな。いやだよ、笑い話のつもりじゃないか。しんみりしちゃ嫌だ嫌だ。いやすまねえすまねえ。おっと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 、おっと、私はバカな狐だね。もう治らないね。さ、景気よくやっておくれ。うめえ酒だ。何言ってるのさ、まずいくせに。いいんだよ。いやいや、おお、開けてきやがった。すっかりごちそうになった。ほら、行くぜ。お名残惜しいけど、旅の人じゃ止めるわけにもいかないし。足元はまだ暗いから、気をつけてね。あいよ、ありがとう。おさん、達者でな。お前さんもね。また文豪に来たときは寄らせてもらうぜ。ダメダメ、その頃に私はきっとあんたのことなんか忘れてるさ。そうだな、それじゃあ行くぜ。ありがとうよ。
寂しい秋風が立ち始めた朝だった。その後もお三狐は河原に来る者を相手に人と狐の垣根を越えて打ち明け話を聞いてやったり聞かせたりしていたということだ。